琴ノ葉あかねや。琴ノ葉葵です。今回、この見識を試しつつ、罪環境で強そうなシガ小デッキ相手の試合を解説していこうと思うよ。この石でキノコが出たということは、中央をそのまま前に出したら、シガ小と勝ち合いになりそうなの。え？なんでわかるの？覚醒デッキは、粒力が低く開幕攻めれへんから、伏兵をどっちかに偏寄せしづらいんや。例えば、伏兵を2枚とも耳に置いて、相手が全員逆側から来たら、覚醒デッキの初期武力では被害甚大や。そんで、僕も考えづらい。もし葵やったら、芝生と姫子、もしくは真剣縁やったら、どっちを隠す？そっか、粒力に差があるから。一番武力の高い芝生を隠したまま耐えるのは厳しいんだね。強羅迎撃でも一撃で撃破なし。有利盤面を崩さんように両党は校長へ向かうことにしたわ。相手が整った状態で姫子撃つ流れを崩せた時点で総略を撃った目的は達成してるもんね。せっや武力のカットで死化速騎馬やからってマウントにこだわる必要はあらへんね。情けねえ。死ぬ時はこんなもんだ。この感じだと、相手の奥義は再起じゃなさそうかな。芝小デッキの向上力なら、大皇帝や将軍が通れば、一回の攻めで落城まで行く可能性があるから、気を抜けないね。頭は冷えた。進め。どうぞ。進む時です。汝らに神格を授けよう。進め。足が速いな。せーの。芝生大攻勢芝生の流れが負け筋になりそうやな。ライン上げられる前に中央の牛歩の剣使ったろか。牛歩相手には大元気がいるから浄化されて回復取り締めを与えちゃうことになるよ。この頭に免じてご決断願いたい。
ところが、今回は、打てる理由が2つあるんや。まずは、相手が最後に打った姫子から20カウント経ってへん。式中になければ浄化した後に芝生を合わせることで禁止や。でも、そもそもとして、今回は、リードが大きいから負け筋を消すために、多少の損を許容して、芝生2連打を真っ向から受ける展開を避けたかったんや。何せここで浄化戦とは、好調で終わりやからな、こうすれば、相手に全部抜かせれる思ったんや。この時4無双一撃で勝つ宣言してたよね。はい、勝ちからから一瞬で分からせられるのめつが気みたいだったよ。言わんでええわ。でも負け筋を消すことを優先しててよかったね。敵城が残り一発だからって攻めっ気出してたら崩れるきっかけになってたりして。せっかく増援玉つけてるんやし、ガサにかける前に大光星の方が良かったな。俺の怒りをその身で受けろ。千葉翔が切れたね。式7で武力プラス9の号令を相手にぶつかり合って勝てる号令ほとんどないし、こうやって時間稼ぐのが一番っぽいね。号令の効果は破格やけど、速度や兵力が上がるわけでちゃうから、高いラインで打たせて包丁前に切れるように徹底してきたんだ。申し訳ありません。俺は無実だ。はよっ、太陽消える。情けねえ。というわけでご視聴ありがとうございました。